じゃあちょっと操作方法を教えていただきたいんですけれども。はい、こちらの方が基はい。本動作になります。はい。上を押すと電子、おお。で、下を押すとはい。送信で、はい。左右はい。動おくようになってます。お。へで、こちらの上の方のボタンを押すえ。とはい。旋回ですね。はい。方向転換。あ、ここにも、あ、ボタはい。ンがあるんですね。はい。はい。そうですね。あとはですね、ちょっと、はい。おこう、上を押すと、挨拶をお。したりですとか、はい。ああ。あ、こっちは移動とかじゃないんですね。そうですね。なんかアクシあョンはいろんなものが登あ。あ、録プされロてグまラす。ミングされて、はい。プログラミングが登録されてるところですね。はい。ああ、面白いですね。あと、ちょっと派手なもので言いますと、はい。逆立ちですね。おお。おお。あ、これもプログラミングされてるんですか？はい、そうです。へえ。ロボットの方の中に記憶されてます。はい。あ、じゃあ自分がその腕を曲げてとか足を曲げてとか、はい。操作するんではなくて、もうワンボタンではい。できてしまうということですね。はい。へえ。どうぞ、自由に使っあ、てじみゃあてちょっください。と、動かしてみます。あ、もう、車のラジコンとかと、全然変わらないですね。そうですね。あ、これだったら小学生とか全然お子さんでもはい。動かせますよね。はあれ、この上は何でしたっけ？い。お辞儀です。お辞儀。あ、じゃあはこい。れ押しても大丈夫ですね。はい。おー。おっと、危ないですね。これ結構早いから間違えると、あれですね、怒っちゃいますよね。そうですね。ちょっと、危はい。ないかもしれないです。あ、でも、そんな簡単には壊れないものだと思っていいんですよね。はい、大丈夫ですね。強度は、はバッチリです。い。おはい。あと、起き上がりがありますので、はい。あ、はい。ここから自分で起き上がるんですか？はい。へこのボタぇ。ンを押してください。あ、これですね。はい。おぉ。おぉ。へぇ。あ、じゃあ、これはもうどっかぶつかって倒れたりなんかしたときに、自分で立てなくても、このボタンで、はい。ああ、起き上がれると。起き上がります。へえ。面白いですね。あ、結構スピードが速くてびっくりしたんですけど。はい。へそうですね。サッカーとかバトルえ。大はい。会とかに出場するロボットですので、はい。ああ、何体も一緒に動かしてってことでそうすですね。ね。はい。へえ、それは面足の白いで速すさね。は結構、はい。速い方だと思います。横の動きが結構機敏ですよね。そうですね。ああ、これでサッカーやったら面白いでしょうね。はい。は